八つ尾が海の魅力を伝えるよ。海アボ。海を埋め立てて作られた北九州市にある響灘ビオトープ。響灘ビオトープのある響灘地区ですが、1980年代から埋め立てが始まりました。埋め立てた後の凸凹、そこに雨水が溜まったり、植物が生えたり、野鳥が来たりですね、昆虫が来たりと、そういうところでもう工場とかを建てるのではなくて、生物の保護区として、開園したという場所になります。現在は絶滅危惧種を含む様々な生物が集まり、800種以上が確認されているといいます。4月下旬、ある絶滅危惧種の観測会が開かれ、子どもたちを中心に25名が参加。普段は入ることのできない保全エリアに特別に入らせてもらいました。草むらをトントンと刺激していると、確かに何かを発見。みんなが見つけたのは絶滅危惧種に指定されている希少なトンボ。べっ甲色の羽を持ち、湿地帯やその周辺の草むらで暮らすべっ甲トンボです。べっ甲トンボは今日本国内では5つの県しかいません。そのまま放っといたらすぐいなくなるようなぐらいの危険度っていうか、それだけ生息環境がなくなってきてると。この日は運がよく、1時間で22匹のべっ甲トンボを確認できました。絶滅危惧種ってなってたから、なんか一目でも見たいから。オスとメスで色が違うのがすごかった。少ししかいないべっ甲トンボ、貴重だなって思います。生物の生息場所、あるいは隠れ家、いわゆるシェルター的な場所としてですね、大きな役割を果たしているんじゃないかなと。こういう環境も必要であるということをですね、知っていただければなというふうに思います。減少し続ける自然環境を取り戻すために、海の埋め立て地の活用が始まっています。海と日本。